たちを若い方々の命これを守る唯一の攻めは政治なんです。しかし政治だったら何でも言ってもじゃない、まさか言ってんだい。中東でのイエメン、ソマリア、リビア、シリア、大変の前、中国での何度も述べるかフィリピンでの強制収容、そしてその香港での人権侵害、ロシアのプーチンは先日12年大統領任期を延ばす法律に署名しました。中国の州もやめる気はない。今中国、アメリカ、ロシア戦争が激化してる。結局ね、今世界を見るとね、民主主義はもう崩壊状態。 EU も EU なんかでも決めちゃう。世界はね、民主主義はもう崩壊死んでたんです。ブレーキにならない、こんな民主主義じゃ。結局ね、我が国を考えたらどうか。これはね、この再選挙もそうなんだけども、やはりどんどん民主主義も崩壊状態。集団としては良かったんだけども、兵器集団化して戦闘戦闘を果たしてない。私はこれが大きな結果だったと思う。そうした中で、私が今回再選挙に立候補させていただいたのは、政党じゃなくて、政党じゃなくて、与党野党もうまくまく状態じゃなくて、私、もし所属での国会議員が30年ほど国会議員が変えていくしかないと考えた次第であります。今国会は与党野党含めて真っ黒だ、お世話で言えば真っ黒だしか起きてない。私はね、大変だけどまず白い主人公が白い主人公に行けば絶対が主人になる可能性があって、私はね、これからは20代、30代、40代、若い方々が政党という枠を外して、新たな真の人生を築いていただきたい。若い若の未来のそのために何かしなきゃいけないのか、私はここに立っているのを、その点
走。